レオン・トーマス3世は、アメリカ合衆国の俳優、声優、シンガーソングライター、音楽プロデューサーである。シットコム、ビクトリアスのアンドレ・ハリス役で知られる。ニューヨークシブルクリンク出身。10歳の頃にブロードウェイミュージカル、ライオン、キングの神話役でデビューする。2006年に TV デビュー、翌2007年には、歌手デビューする。2008年にシットコム、 アイコアリーにゲスト出演し、2010年にはビクトリアスのアンドレ・ハリス役に抜擢された。翌年放送のアイコアリーのクロスオーバーエピソードでアンドレ役で再出演した。自身が書いた音楽をミックステープとしてダットピフなどを通して配布している。2012年にメトロハーツ、2014年に V1 ベースをミックステープとして公開した。なお、 収録曲の一つ、テイクケアは、アリアナ・グランデとのデュエットである。この他、音楽プロデューサーとして、グランデのアルバム、ユアーズ・トゥルーリー及び、クリスマス・キスの制作に参加している。ありがとうございます。